はい、修行です。今日はですね、生姜ですね。生姜の話をしたいと思うんですけれども、まあ、もともとね、その生姜そのものが感染を予防する効果があるよっていうことはですね。この食べても太らず、免疫力がつく食事法っていう僕の本の中でもですね、関東の方でこうページで紹介しているところがあるんですね。で生姜そのものが感染予防効果があるっていうまあ医学論文はあるわけなんですが、しかもですね、その生姜そのものが血管の炎症をとる効果があるよっていうデータがあるという話をしたいんですね。 でどうしてこの血管のですね、炎症を取るってことが大事かというと、これがですね、コロナウイルスの感染症に関して言うところの非常に重要な要素になってくるってことなんですね。症後そのものがですね、医学的に効果があるよっていうのは、その感染を予防するってことだけではなくてですね、他にも、例えば吐き気とかね、それからつわりを予防する効果があるよとか、血糖値を下げる効果があるよとかね、それからコレステロールを下げる効果があるよとか、それからダイエット効果もある。 え、生理痛をね、抑える効果もあるよ、みたいな話なんですね。で、感染症に関してはね、インフルエンザとか、それから RS ウイルスのね、感染を予防するみたいな、そんなデータがあるわけなんですけれども、まあ、コロナウイルスの感染症ではですね、一番重要なのはビタミン D の濃度なんですね。それはもう間違いないわけです。ですけれども、この生姜の効果もですね、 ひょっとしたら、そのコロナのね、重症化っていうものを防ぐ上で非常に重要なものになるんじゃないかなというデータなんですね。これは2020年の12月にですね、発表されている、まあ、マウスの実験なんですけれども、全身性エリテマトーデスって、これはですね、自己免疫疾患で女性に多い病気なんですが、まあ、実際ですね、起こると全身の血管が炎症を起こしてしまう、そういった疾患なんですね。その全身性エリテマトーデスのモデルを作ったですね、ラットにですね、実験を行ったと。で、それに対してですね、 えー、生姜の成分のジンゲオールっていうのを、ね、投与すると、ネズミの中のですね炎症が完全に抑制されて、それから自己免疫疾患の原因となるですね自己抗体っていうのが下がって、しかもですねそれに伴って血管の炎症が取れることによって血栓、血の塊がですね完全に抑制されたというデータがあると。まあ生姜の成分がですねそういった血管の炎症を抑える成分があったよってことなんですね。 で今回の新型コロナの、ね、ウイルスの感染症っていうのは、まあ、高血圧とか糖尿病のある人がですね、重症化しやすいっていうのが言われてるんですけども、高血圧、糖尿病のある人ってのは基本的にですね、ベースに血管に炎症があるんですね。だからも血圧が上がるし、腎臓が悪くなったりするわけなんですけれども、最終的にですね、重症化すると呼吸不全とか腎不全とかになるわけですね。で、その時に病態を見ると、主に血管の中にですね、 血栓、血の塊ができてしまうことによって多臓器不全という形で亡くなっていく方が多いわけです。ですので、ベースにです、ね、血管の炎症がある人の方がどん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 こう重症化しやすいというのがあるんですね。それに対して、この消化がです、ね、その血管の炎症を取ってくれる可能性があるのであればね、非常にこう重症化を防ぐ、それから死亡を防ぐという上でもすごく有効になるわけです。だから、まあ、僕たちとしてはですね、やれることは何でもやると。しかもまあ薬じゃないんですね。生姜って食べ物なんで。 まあそう取るうだけでね、ひょっとしたら体の中の,ねその炎症が取れることによって、重症化しないで済むよということであればですね、ぜひやったほうがいいとそういう話ですよね。 実際この生姜を使ってね、臨床試験みたいなの、実際にやれたら一番いいなと思うんですね。例えばこうサプリメントとかね、まあお茶とかを使って試験とかもできるんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、まあ原石はですね、まあ生姜でいくら試験してもですね、まあお金が動かないんで実際にはやってくれないわけなんですが、僕たちがさね、その民間レベルではですね、自分の体は自分で守んなきゃいけないんで、そういった時にですね、生姜を意識的に取るっていうことをですね、やるといいんじゃないかなという話なんですね。 まあ自分の体は自分で守る。まあ、例えば、緑茶っていうのもですね、ウイルスに対して有効であるっていうデータが早々と、そうですね、去年の4月ぐらいにはもう出てるんですよね。だから緑茶っていうのも当然いいでしょうし、それからウコンですね、ウコン。炎症を取るということに関して言うとですね、ウコン、ターメリックっていうのは非常に有効なことは間違いないわけですよね。だからそういった食品レベルのものっていうのはですね、どんどんどんこう毎日摂取することによって、自分の体の炎症を取っていくってことですね、日々やるっていうことが大事になってくるんじゃないかなということで、まあ、生姜の話をしたかったということなんですね。 まあ今日の話で役に立ったよっているい方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。